上げていきましょう。はい、行くぞ。はい。えい、えい、おう。こんばんは。ジャニオチャンネルの山田涼介です。暗闇から失礼します。今日は明日が、平成ジャンプのライブということで、今から、新潟の方に向かいたいと思います。前日からライブにかけての一日を皆様にお届けしたいなというふうに思います。シャワーを浴びたのでスキンケアをします。今ねちょっとなんかあんま近づかないですけど、ポツポツとニキビが男にもあったりするので、皮膚科でいただいた化粧水を塗ってちゃんとするようにしてます。必要な年になってきましたね。これでどんぐらい置けばいいんだろう。美容に詳しい人、もしこれぐらい置いたらいいよっていう時間目安があれば教えてください。こんな姿も見せていく、それがジャニーのチャンネル、そんなチャンネルでありたいと僕は思ってます。さあ寝る準備が整ったので寝たいと思います。私あの実はすごい癖毛でですね、なんかこんなになるんですよ。戦おかしただけだといつもセットがね、メイクさんのおかげでねかっこよくなってます。すいませんこんな姿を。明日の朝の寝癖皆さん楽しみにしていてください。それでは皆さんおやすみなさい。ございます。現在時刻は7時前です。今日は2公演なので朝シャワーを僕は浴びるので、シャワーを浴びて会場に向かってメイクして本番に挑みたいと思います。さあそして皆様お待たせしました。本日の僕の寝癖です。じゃん、もうちょっと面白いことになってくれると期待してたんですけど、髪をちゃんと乾かしてしまったから思ったより寝癖にならなかったです。悔しいです。もっと爆発してほしかったんですけどね。シャワーをね浴びて会場に向かって本番に挑みたいと思います。行ってきます。今から、リハーサルに行きたいと思います。新潟の会場はちょっと縦長ですね。僕の友達です。こんにちは、シノンです。何を撮ってんだよ。君を映すといつも言われるんだ。何、君しか友達いないだろう。まあ本当のことじゃないか。やめろ。ではリハーサル頑張っていきたいと思います。さあオンモードです。本番、10分前ということでね、スタンバイの場所に行きたいと思います。お願いします。新潟相手の目5人目。さあ皆さん盛り上げていきましょう。はい、行くぞ。はい、えい、えい、おう。
1回目はオッケー。速攻でご飯食べて、この後反省会があってまあ約2時間ちょっと休憩して2公演目に行きます。で夜のメニューはステーキですね。ステーキと、ちょっと最近野菜を取れてなかったので、ドラマ中ってやっぱりお弁当になるんでバランスがね崩れちゃうので、こういうライブの時は栄養価高いものを用意してもらってるので野菜を多く取るようにしてます。そんな僕の食事です。1回目と2回目の間ですけど、僕は景色が良かったり晴れてたりすると、こうちょっと外の空気を吸いに行く人なんですね。海が目の前なんですけど、海をバックにこううちわで写真を撮ってるファンのことかな。ありがとう。平成ジャンプのインスタとかに僕が外でライブの合間で休憩してる写真とかがあるので、ぜひぜひ見たいっていう方は見てみてください。お願いします。この動画は前回に引き続き、1回目が終わって第2回メイク動画ということですね。すいません、ちょっと置物が今後ろにあるんですけども、今日は、2回目ですねに向けてメイクを始めたいと思います。あ、いいですか、始めて大丈夫ですか。すいません、塗りたくります。すごくしっとりしてますね。なんか前回もいらっしゃいましたよね。はい、覚えてないですか。前回なんかスポンジマッサージみたいなのしてくれましたよね。覚えてます。あ、そう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 、それをされたと言った方がまあ正解になるのかなと思いますけど、それバリカンですよね。やめましょうか、やめましょうか、ドラマあるみたいな、やめてください。お願いします。何でしょうね、もう行きます。怖い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 、目がバレてますよ、バレてますよ。お、なんか置物がもう一つ増えましたね。増えた。賑やかなグループですね。逃げ始めちゃおう。本当に本当に見えたな。なんかライン入っちゃった。楽しそうでしょ。うちのグループ本当にそうやってるな。ずっと後ろにいる気か。これ多分早回しとかになるんでしょ、きっと。ゆっくり動いたら僕だけ普通に動いたのかな。中でしょ。警戒心強すぎて取れないよ。びっくりした、マジか。犬並みだから。やばいね、今のはやばいね。やばいよね、なんか近づいてきたな。犬並みだから、やばー、びっくりしたんだけど。いや、今このね、知念坊やが寝てたんで目が衰えようとしたら一瞬で目覚めやがった。本当に犬並み。俺もさっき写真撮ろうと思ったけど、ダメだった、失敗しました。過ごし方があるということで、ライブ1時間前の様子でした。無事に2公演終わりました。
まあ、山田涼介のライブの前日からのルーティーンということでした。また何かあれば動画にしたいと思います。いってらっしゃい、頑張ります。配信じゃないですこれ。みのちゃんはね、あの ラジオがあるので先に出るということなのでね。またあの山田涼介の日常というかね、4人でもそうだし、まあ、2人でなのか3人でなのかわからないですけど、いろんな動画上げていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。行ってきます。行ってカメラに。行ってきます。本当可愛い。やだ。